はい、皆様どうも、サンゴ TV でございます。なんとですね、愛知県の一宮にですね、この G の系統のですね、新しいラーメン屋さんができましたという話を聞きましてですね、行ってみたいと思います。 G キングダムラーメン、 G キングダムですね。こちらは一宮の、自転車で行くとね、結構分かりやすい場所なんですけれども、新幹線沿いにあります。詳しい詳細はね、下の概要欄チェックのほどよろしくお願いいたします。 358TV のチャンネル登録とか、そんなもろもろよろしくお願いいたします。行ってみましょう。ありがとうございます。さあ、サンゴ TV いただきますというところで始まりました。ですね、 G キングダムさんはもう本当にこのね、麺の感じ、そしてニンニクの感じね、あとこう油の感じも見てもらうともう分かるんですけど、このレンゲの形もね、似ております。 GK です。大好き GK がこんなところにあったとはというところで、ですね、最初は大ラーメン、僕の場合はもう本当に大食い大盛り系でいこうと思って、まあ、大ラーメンスタートなんですけれども、さあ、こういった感じでね、麺ぐいぐいいっておりますけれどもね。で、最初は 400g スタートなんですよ。で、それを食べ終えると今度ね、スタンプカードがもらえて麺増しが可能になりますと。で、これね、 100g ずつなんです。多分茹で前で今これ 400g なんですけど、次はそのスタンプカードを持ってきてプラス 100g の500、600、700、800みたいな感じで 100g ずつこう増えていくんですね。だから一応ね、制限時間みたいなものがありますよって書いてあるんですけど、この辺はね、まだね、分かっておりません。このね、今進めておりますけれども、おー、なかなかね、パンチ力の強いタイプのニンニクです。ちょっと1日しっかりと匂いをまとうレベルのニンニクです。だからもう本当正統派のね、どこでテトさんは修行されたのかなんですけれども、ちょっとね、本当びっくりするぐらいのハイレベルと言っていい、一杯となっております。で、この道はですね、この通り道がちょうどですね、自転車乗りだとこの辺のね、近場の自転車乗りの皆さんだとお分かりのサイクリングロード、木曽川サイクリングロードっていうね、木曽川っていう愛知県とかこうあるね、大きい川沿いにあるサイクリングロードの向かう道沿いにあります。で、真横をね、見えてるのはね、これ新幹線の通る道で、新幹線がね、ぐい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 行ったり来たりするところです。なので分かりやすいっちゃ分かりやすい。まあ、その辺はね、概要欄見てもらって、何せね、ツイッターもあってインスタもあって、このね、豚仕上がってますよ、仕上がっております。で、麺が極太ですね。極太のあれを想像してもらえばいいかなというふうに思います。で、味は濃い口です。でね、オペレーションがね、全て一人でね、店長さんやってらっしゃるんで、こう大変忙しそうでございます。で、ロットでいうところの44かな、とはいえロット制ではないと思うんですよね。なので
まあそれぞれ順番にっていう形になるとは思います。その辺もねこれから、まあ、通い詰めてですね、いろいろ探検したいなというふうに思っております。このタイプのもうまさに正統派、本当ねこのね緊急事態どうのこうので、ね、全く二郎を食べておりませんので、あー懐かしいなっていうふうにね素直に思えた、そういった一杯を求めておりました、求めたものが出てきたので驚いた。さあ3号 CB ですね、豚の腰のいつもの感じでやっておりますけれどもね、さあこれ果たしてどれくらいどこまでねこの麺増しがいくのかめちゃくちゃ楽しみで、なんか、ね、横綱とかね関脇とか大関とかそういうなんか分け方がしてあるんですよね。どうなんだろうね、もうすでに結構通われてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、どうでしょう、どれぐらいまで行ってますか、その辺コメント欄ください。さあ3号 CB の大食い、今回大食いというよりはもう二郎チャレンジ、二郎系に行きましたということで、見てもらえると大変助かる、大変大助かりでございます。まあ、詳しい詳細ね本当に概要欄見てやってください。あっちゅう間に食べてしまいました。もうほんとたまらんたまらんというところで、サマス CB のおー G キングダムデビュー初回で、ございます。皆様 G キングダム行きましょうね。社長大ラーメン完食です。牛肉アブの油の食器は、はい、というところでですね、今回は新しくできましたですね、一宮の G キングダム、こちらに寄らせていただきました。すげえ人気店で、すでに、ね、並びが結構ありますということでね、これをどんどん行ってみたいと思います。この動画ね、ぜひ皆様よろしければこういうボタンお願いいたします。あとねチャンネル登録とかお待ちしております。以上本日の3話 CB でございました。次の動画でお会いしましょう。はい。